上腕、INI 誕生のオーディション番組に元アンジュルム笠原桃奈が登場の深い背景。ハロプロから世界へ熱すぎる思い。上腕や INI を生み出ス101ジャパンの第3弾となるプロデュース101ジャパンザガールズの練習生101人が9月3日公式サイトにて公開。今後、国民プロデューサー、視聴者、 の投票によって絞られ、グローバルな活躍を目指すガールズグループが結成される。このオーディションは、韓国のエンターテインメント企業、CJENM と吉本工業による合弁会社、ラポネエンターテインメントが主催、プロデュース101の日本版として始まり、2019年のシーズン1で上腕が、21年のシーズン2で INI が結成された。 日本版としては初のガールズグループ結成に向けたオーディションとなるシーズン3は10月5日より動画配信サイトレミノーにて番組の配信が開始される。今回練習生として過去に日プロジェクトやガールズプラネット999化した桜井美優21元ブクト48の水上りみか20 LDH 所属のガールズグループ、ガールズ二乗の元メンバーでおはガールとしての活動歴もある石井ラン、19などが参加。とも注目されているのがハロー。プロジェクトアンジュルムの元メンバーである笠原桃もな、19だ。笠原は15年にハロプロ研修生、16年にアンジュルムのメンバーとなり、21年11月まで同グループで活動していた。 K-POP 系のオーディション番組にアイドル活動歴がある日本人が参加するケースは珍しくはないのですが、メジャー級はなかなかいない。ハロプロという有名かつ歴史のあるアイドル集団、企業コンサートをやるほど活躍した笠原さんのようなアイドルが参加するのはレアケースです。過去2回のプロデュース101ジャパンではジャニーズ JR 出身者がしているという意味では、 笠原さんの方がキャリアは上。笠原さんの参戦は、ジャニーズでメジャーデビューしているメンバーがオーディションに参加するようなものです。レコード会社関係者。